カブスで大爆笑を取る今永翔太。先生そういうとこ可愛くて好き。天然優等生とか最高の属性では？まさかの川崎属性か？今永ほんと好き。なんか憧れる。今永すごすぎる。陽キャやなぁ、どこ行っても愛されてる。今永ファンは嬉しいよ。シカゴの地でようやくお笑いキャラになれた男。大先生の英語通じてなかった。さすが我らがエース。今永翔太、中学の時に90点を取った英語で、コミュニケーションを取ってるらしい。間違っていてもわからなくてもとにかく話す、スタイル姿勢が大事ってことやね。義務教育で習う英語はあかん言うてる人、今永の発言にグヌーってなるんかな。今永先生は親が先生だし本読むし頭いいんだよな。今永とか藤波は頭も良くて勉強できるタイプ。今永、騙されそうにない。今永みたいな自然体で面白い人憧れるわ。まあ大前提めっちゃ野球上手い時点で超人なんだけど、今永は見た目的にも聖夜より勉強できそうだし。やばい、本当に今永のこういうところ好き。えった国に通じる今永大先生のお笑い。通じてないのに笑い取るとか、逆にすごくね。コミュニケーションが通じない状況で笑いを取るなんて、逆にすごい才能やろ。熊原がいたから真面目キャラになったけど、本当はおふざけキャラだもんな。今永の入団会見は語り継がれるレベル。自己プロデュース力があるよな。日本では目の出なかったお笑いのセンスがシカゴで花咲くのか。日本では本物に勝てず活躍の場をメジャーに求めたものの、本性を表した聖夜に分からされる今永。今は猫かぶってるらしい鈴木が本性を表しそう。今永と聖夜、違うスタイルの笑い入れてくるからカブスファン楽しいだろうね。聖夜と今永、笑いのバランスはいい感じに取れていると思う。今永は笑い取るのアメリカ向きやろ。渡来ちょっくらカブス行って今永を絶望させてこい。今永中学英語で現地話してるのおもろすぎる。そんな今永先生が尊い。